新空手地獄編は原作、梶原一揆が中条剣による日本の漫画作品。1990年に OV a が、全2巻で発売されている。1972年から週刊産経にて連載されていたボディガード牙とその主人公、牙、な直との追い立ちを描いた新ボディガード牙、空手地獄編の後を受け、 それまで牙の師匠として登場してきた大東東東流がいかにして最強空手である大東流空手を創始するに至ったかを描く過去編週刊 3K1978 年8月10日号から1982年3月11日号まで連載されさらに1982年10月28日号から1983年6月9日号まで続編の 西編から手地獄編が執筆されたが、梶原が、傷害事件で逮捕され、作画の中条も天理教の活動に専念することになったため、連載中止となった。週刊 3K 別冊の総集編発売にあたっては、影丸城野の作画で続行し、木場、直とのシリーズに引き継ぐ場面で完結している。このため、西編から手地獄編を含め、新から手地獄編と呼ばれている。 ストーリーは空手馬鹿一代第二部無限決闘編をベースとしているが内容は純死の言葉であるとされる人間の性悪なりをテーマにこの世の人間がどれだけ悪かを証明するために世界中を回っては様々な悪人と出会う地獄巡りの物語そのため被害者の大半は気高く美しい女性であり悪人は皆拷問好き主人公である 大東トールゲント相棒のジャンプキラー、ガストン・ゴルゴは、アメリカンプロレスの企業戦争、ユダヤ経済罰のナチス残党狩り、フランスコーナチスパルチザン運動の暗部など、様々な地獄において、悪人たちを圧倒的な格闘術で倒していくのだが、いつもことが済んだ後ですでに手遅れになっており、被害者たちはすべて悲惨な目に遭う。この作品はそれまでのカジラ作品の純愛主義が、 崩れ、カジワラの性的思考、女性嫌悪が全面に押し出されたものとなっている。被虐者と可逆者が入れ替わってしまうような価値転換は、SM 思考を高め、登場人物全員が残酷性を発揮する、時刻図につながり、しばしば人間の性、悪なり、という絶望的な断定が行われる。ありがとうございます。